さあ今回制作していくガンプラはリアルグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツだ。手軽で簡単に塗装ができる缶スプレーを使ってかっこいいガンプラを作っていきます。今回のウィングガンダムはガラッと雰囲気を変えてホワイトゴールド塗装で仕上げていきます。さあ一緒にガンプラライフを楽しみましょう。はい、こんにちは、青空ガンプラです。それでは今回も楽しく作っていきましょう。まずはランナーから切り離していきます。このように少しゲートと言われる部分を残して切って、そして残ったゲートを二度切りしていきます。こうすることでゲート跡をかなり小さくすることができます。はい、そしたらリアルグレードではおなじみアドバンスと AMS ジョイントの骨格フレームが入っていますので、こちらも切り離しておきましょう。さあ全てのパーツを切り離したら一旦組み立てましょう。はい、こちらが素組みの状態です。まあ人気のある有名な機体ですからね、今更言う必要もありませんがかっこいいです。今回はですね、今までと違った塗装を試してみたいと思いまして、いろいろ考えた結果ホワイトゴールド塗装にすることにしました。さあいい完成イメージができてきたので、これを一旦分解します。はい、そしたらヤスリがけしていきましょう。まず使うヤスリは400番のヤスリです。こちらの400番で残ったゲート跡を処理していきます。ちょうどこのパーツはパーティングラインといわれる成形時にできてしまう線みたいなのが入っていたので、それも一緒にヤスリがけで消していきます。この400番のヤスリは結構削れてしまうので、削りすぎには気をつけましょう。はい、そしたら続いては仕上げの1000番のヤスリを使っていきます。400番のヤスリだけだと表面が荒れているので、その表面を1000番のヤスリで整えてあげましょう。はい、綺麗にできました。全てのパーツのヤスリがけが終わりましたら、続いては BMC 高値 0.1 ミリを使いまして、彫り直しといわれる作業をやっていきましょう。墨入れしたい箇所をこのタガネを使ってあらかじめ掘っておきます。こうすることで塗装をした後でも墨入れが綺麗に入るようになります。この掘り直しをして墨入れをすることでですね、ガンプラのクオリティは一気に上がります。根気の必要な作業ではありますけど、掘ること自体はそんなに難しくはないので、ぜひねタガネでの掘り直しやることをおすすめします。はい、このようにですね、しっかり溝が掘れれば OK です。そしてですね、あらかじめ入ってるこのような溝もですね、しっかり掘り直しをしておきます。結構楽しい作業なんですけど疲れますね。そしてこちらのウィングパーツなんですけど、リアルグレードだとこのようになってるんですね。ここもしっかり掘り直しましたよ。ここだけで1時間以上かかってしまいましたが、これはね墨入れするのが楽しみですよ。そして一部パーツには筋彫りも付け加えていきます。まずこのように鉛筆で下書きをしておきます。そしたらこのデザインに沿って筋彫りガイドテープというのを貼っていきます。僕が使っているのはこちらのハイキューパーツさんのガイドテープです。はい、綺麗に貼れたら、あとはこのテープに沿って優しくタガネで掘っていきましょう。このガイドテープは色がついてて見やすくてね、おすすめです。そしてある程度掘れたらテープを剥がして、さらに掘り込んで綺麗に整えていきましょう。はい、綺麗に掘れましたね。ちょっとした線ではありますけど、入れると入れないとではだいぶ違ってきますよ。他のパーツにもいくつか筋彫りを加えました。さあそしたら塗装に入っていきましょう。まず塗装する日の条件としまして、湿度が低い日に塗装するようにしましょう。湿度が高いとどんなに頑張って塗装しても綺麗な塗装面にならないので注意です。目安としてはまあ 60% 以下なら大丈夫ですね。湿度計は買っておきましょう。はい、そしたらですね、まず缶スプレーの吹き方ですね。僕はこのようにですね、軽く押して細かく吹くという塗装方法で塗装しています。一応正式な塗装方法はこのようにですね、スライドさせながら吹いていくというのが正式なやり方です。このやり方はもちろん綺麗にできるんですけど、塗料がかなり無駄になってしまうんですよね。さあそしたらまずはホワイトを使って塗装していきましょう。塗り方のコツとしましては、まず塗りづらいところから塗っていきます。基本的にはパーツの側面から塗っていって、そしてその後に広い面を塗っていきます。そして失敗の原因のほとんどはつけすぎです。特にホワイトは液だれしやすい塗料なので、よく見ながらね、細かく吹いてつけすぎないように気をつけて塗装していきましょう。はい、このようにですね、全体に均一につけば OK です。乾けば綺麗になります。はい、続いてはターミヤさんの缶スプレー、シャンパンゴールドを使っていきます。ゴールドは隠蔽力が高いので、これもともと白いパーツなんですけど、直接ゴールドを吹きつけています。はい、ご覧のようにかなり綺麗に発色して綺麗なゴールドになりました。元のパーツと比べるとこのようになっています。このシャンパンゴールドは淡い感じの色でかなりいいですね。赤いパーツにも直接シャンパンゴールドを吹き付けていきます。はい、ご覧のように元々の赤がわからないぐらい、はい、綺麗にゴールドになります。さあ続いてはチタンゴールドも使っていきます。こちらも下地はなしで直接パーツに吹き付けていきます。
これだけね、色がガラッと変わると塗っていてとても楽しいですね。はい、この溝部分は後で墨入れするんで、青がちょっと見えてますけど大丈夫です。はい、そしたらですね、今まで全く使ってなかったですけど、サーフェイサーを使っていきましょう。今回なぜ使うかと言いますと、色のついたパーツを白くしたいんですよね。なので一旦色のついてるパーツを黒のサーフェイサーで塗っておきます。はい、普通に塗っちゃいましたが、もうちょっとサーフェイサー薄めでよかったかなと思います。そしてですね、黒のサーフェイサーの次にホワイトのサーフェイサーをこの上に重ねます。黒のサーフェイサーがしっかり乾いたらその上から塗っていきます。そしてこのホワイトのサーフェイサーが乾いたら、最後ホワイトの缶スプレーで最終的な白にしていきます。はい、これがホワイトの缶スプレーですね。で、このやり方はですね、僕がちょっといろいろ試した結果、一番白くなったのがこの方法でした。これに関してはですね、この方法の方がもっと白くなるよっていうのがあればぜひ教えてください。白ではないパーツを白くするってのは難しいですね。はい、で続いてはこちらのプライマーを使ってアドバンスド MS ジョイントを塗っていきましょう。こちらはですね、直接塗料をつけても定着しないので、あらかじめこのプライマーをかけてから、このメタルブラックを使って塗装をしていきます。はい、プライマーがしっかり乾いたので、その上から塗っていきましょう。あらかじめプライマーをしておくことで塗料もしっかり定着しますし、 ABS 素材が割れるということも防げます。さあ、塗装したパーツしっかり乾かしたので見ていきましょう。こちらがホワイトのパーツですね。パーツが大きいとね、若干塗りづらいんですけど、とても綺麗にいきました。液だれもなく完璧です。はい、でこちらは先ほど塗った骨格のメタルブラックですね。メタルブラックはギラギラしてかっこいいんですよ。そしてこちらはシャンパンゴールドです。パーツに直接ゴールド吹き付けましたけど、これだけ綺麗に塗装することができます。こちらはチタンゴールドです。こちらもかなり発色が良く、とても綺麗に塗装ができました。そしてですね、問題の白くしたパーツなんですけど、まあ完璧に白ではないんですけどね、特にエッジ部分とかなかなか塗料が乗らなくて、若干黒が透けているところもありますが、それでも許せるレベルには仕上がったと思います。それではね、墨入れをしていきましょう。使うのはタミヤさんの墨入れ塗料ブラックです。こちらはよく振って使います。タガネを使ってですね、あらかじめしっかり彫り直しをしましたので、ご覧のように墨が綺麗に流れていきます。これはね、ほんと気持ちが良くてとても楽しいです。はい、そしてこの墨をしっかり乾かしましたら、こちらのエナメル塗料溶剤を使ってはみ出た墨を拭き取っていきましょう。こちら綿棒にですね、ちょっとだけつければ大丈夫です。あとは優しく拭き取ってあげれば、溝にだけ墨が残り、とても綺麗な仕上がりとなります。いや、時間をかけて頑張ってタガネで彫った甲斐がありました。そしてちょっとした筋彫りを加えたパーツですね。僕はこの線をはっきりさせたいので、黒の墨入れ塗料を使っています。そしてこのここですね、ここのラインも筋彫りを付け加えました。そして下のこの線も筋彫り加えています。はい、墨入れの次は部分塗装をしていきましょう。使うのはエナメル塗料です。まずはチタンシルバーを塗っていきます。はい、こちらのエナメル塗料を筆を使って塗っていきます。このエナメル塗料なんですけど、先ほどのエナメル塗料溶剤を使えば簡単に落とすことができます。なのであまり失敗を恐れずに塗ることができますね。はい、まずはチタンシルバーをこのように塗ってみました。さあ、そしたら続いてはチタンゴールドを使ってさらに色を追加していきます。そしてエナメル塗料はですね、乾きが遅い塗料なので、比較的筆ムラにはなりにくい塗料と言われています。色の種類も豊富で発色もいいので、筆塗りするんであればエナメル塗料は結構おすすめです。ただ気をつけるべき点はですね、塗膜が弱いので少し擦れたりすると簡単に剥がれてしまうので、そこには十分注意してください。それとですね、エナメルのゴールドは今使ってるチタンゴールドと、もう一色ゴールドリーフという色があるんですけど、そのゴールドリーフはエナメル溶剤では落とせない塗料になっています。なのでね、使用する際は注意してください。筆塗りしてるとどうしてもはみ出ることがありますので、はみ出た時の修正が簡単なチタンゴールドの方をおすすめします。ゴールドリーフはね、色はいいんですけどね。はい、ということでまずここが塗れました。なかなか量が多くて大変ですけど、他のところもはい、このように頑張って塗りました。ここを最初は塗るかどうか悩んでいたんですけど、塗ったことによってすごくかっこよくなりましたね。はい、一応塗る前の状態と見比べるとこのようになっています。細かいところなんでなかなか大変でしたけど、もう片方も頑張って塗っておきます。
そしてですね、他のパーツももちろん色を塗っています。こちらは膝のパーツですね。筋彫り付け加えたところを色を塗るとかなり良くなります。そしてこちらも足のパーツの一部ですけど、このようになっています。ちょっとしたところなんですけど、この横線も筋彫り付け加えました。パーツ分割されているようになってとても良くなりましたね。そしてこちらはスプレーのチタンゴールドを塗ったパーツですね。なのでこの白部分がエナメル塗料の筆塗りです。エナメルは綺麗な発色で素晴らしいです。さあ、そしたら続いてはデカールを貼っていきましょう。まず貼りたいデカールを切り出したら水につけます。そしてデカールを貼る際はこちらミスターマークセッターを使います。デカールの接着剤ですね、よく振って使いましょう。貼りたいところにマークセッターをつけておいて、そしてその上にデカールを乗せます。ある程度の位置を調整しましたら、はみ出している余分なマークセッターをここで軽く拭き取ります。この状態でもまだ位置調整ができますので、最終的な位置を調整して余分なマークセッターを優しく拭き取れば綺麗に貼ることができます。デカールをどれぐらい貼るかっていうのは好みですけど、僕は比較的多めに貼った方が情報量が増えてかっこいいと思うので多めに貼っていきます。こちらバスターライフルですけど、デカールを貼る前と見比べるとこうなっています。デカールはやっぱいいですね。そしてですね、僕はオリジナルでデカールを貼っているんですけど、このようにですね、専用デカールなんじゃないかってぐらいパーツにぴったりくるデカールを見つけると本当に楽しいです。はい、そしてですね、僕が使ってるデカールは明日のデカールというやつなんですけど、デカールにはこのような特有の余白がありますよね。明日のデカールはこの余白をなんと剥がすことができるんですよ。このようにですね、ペリペリと剥がすことができます。この余白を剥がす際はデカールをしっかり乾かしてから剥がしましょう。だいたい半日以上ですね。このようにですね、余白を剥がしているので完全に余白がなくなり、とても綺麗な仕上がりとなります。さあ、デカールを貼り終えたら仕上げのトップコートをやっていきましょう。完成は近いです。艶消しトップコートは特に湿度には気をつけましょう。湿度が高いと白くなってしまうので注意です。塗装の時と同様に塗りづらいところから塗っていって広い面を塗りましょう。トップコートは塗料と違って吹き始めの粒が比較的大きめなので、場合によってはスライドで吹いたりしています。中身が少ないと特に危ないので気をつけましょう。はい、全体にこのように綺麗に塗れたら OK です。さあ、しっかり乾かしましたので見ていきましょう。ゴールド部分も一緒に艶消ししましたけど結構輝いてますね。そしてデカールも余白がなく、とても綺麗に仕上がっています。さあ、そしたら組み立てていきましょう。まずは翼から組み立てていきます。組み立てる際ですね、筆塗りしたエナメルの部分はやはり剥がれやすいので十分気をつけながら組み立てていきます。指で触るぐらいなら大丈夫ですけど、爪とかパーツが当たったりっていうのは気をつけましょう。組み立ててる間に少しお知らせさせてください。以前皆様の作品を募集して紹介するというコーナーをやっていたんですけど、こちらをですね、サブチャンネルの方ではありますけど復活させたいと思います。またね、皆様からの素晴らしい作品をお待ちしています。そしてね、作品がなくても LINE の方はいつでもお待ちしています。そして動画へのコメントもね、いつも楽しみにさせてもらっています。ぜひね、動画への感想コメントお待ちしております。さあ、翼の方はここのパーツが最後ですね。ここをはめまして、これでメインの翼は OK ですね。いやー、いいですね。なんかこうゴージャスになりました。翼の裏側もですね、このように塗れるところは塗っています。そしてですね、若干ではありますけど、このようにパカッと展開することもできます。展開させると中のゴールドが見えてさらに良くなります。普段ははい、しまっておきます。そしてもう片方も作りまして、はい、2枚を並べてみました。いやー、なんかゾクゾクしてきましたね。さあ、早く組み立てましょう。翼がですね、あと2枚あるんですけど、こちらの翼はこのように中にパーツを入れておいてパカッと挟み込む感じです。なのでここがっつり合わせ目が出ちゃうんですけど、後はめ加工で合わせ目消すってのをめんどくさくてすみません、やりませんでした。こちらの翼はですね、ここがパカッと展開します。この出てきた翼がシャンパンゴールドで塗ったパーツですね。いい輝きです。さあ、そしてビームソードの持ち手をここに収納しておきます。さあ、そしたらバックパックに翼をはめていきましょう。はい、ここにグッとはめまして、こっちの翼もはめましたら、これでバックパックは OK です。これはたまりませんね。さあ、そしたら本体の組み立てに入ります。まずは頭部から組み立てていきます。まず目の部分には付属のシールを貼ります。シールもですね、一部ではありますけど使っていきます。僕は普通にピンセットで掴んでピンセットで貼ってしまっていますけど、本当は綿棒とかでやった方がいいです。案外傷がつきます。ついでにセンサーのところもね、シールを貼っておきました。さあ、そしたら細かいパーツをはめていきます。このね、顔のパーツは特に小さいパーツがありますので、なくさないように気をつけましょう。顎ゴールドにしています。さあ、そしたらここに外装をはめます。
こちらにもはめまして、グッと押さえて上にはめます。そしたら顔のサイドに、これなんて言えばいいんでしょうかね、このサイドにはめまして、ここにアンテナを最後取り付けたら、これで頭部 OK です。はい、とんでもなくかっこよくないですか。ウィングガンダムは顔がかっこよすぎますね。はい、続いては足組み立てていきます。この骨格フレームに外装パーツをパチパチとはめていきます。ガンプラに全く関係ない話しますけど、最近ねスイカゲームにハマっちゃいまして、ガンプラ制作の息抜きにねやっているんですけど、いやーあれは面白いですね。ついついやりすぎてしまいまして、あっという間に時間が経ってしまいます。結局ガンプラ制作時間を圧迫されて息抜きになってるんだかならないんだかよくわからない状況です。結構ねスイカはできるんですけど、スイカができる止まりですよね。なかなか3000点にいかないです。すみません、無駄話でした。足の外装にはガルグレーも使ったんですけど、あんまりガルグレーは必要なかったですね。このグレー部分もシャンパンゴールドで良かったと思います。はい、これで足完成です。あまり凝った筋彫りは入れませんでしたけど、筋彫り入れたところ色を塗ったおかげでだいぶ効果的だったと思います。はい、そして足の裏もしっかり塗っています。さあ、そしたらもう片足も作りました。結構ねデカールもいい具合に貼れたんではないのかなと思います。裏側はこのようになっています。このゴールドの配色バランスがなんか結構うまくいった気がしますね。はい、続いては腕なんですけど、だいぶ簡単な作りだったので組み立ては省略します。腕はですね、もともと青いパーツが使われていましたけど、ここは白くしています。あと筋彫りもちょっと付け加えていますね。そして肩パーツになります。肩もだいぶかっこいいですね。はい、続いては胸部です。ここにもねシールを貼りました。胸部の組み立てもカットしますが、ここがパカッと開くんですね。そして中もしっかり塗りました。そしてこちらが腰です。さあ、これで各部位揃いましたので、全体の組み立てと、その前にバスターライフルも組み立てておきましょう。このねバスターライフルも白く塗装しましたので、本体との統一感が出ると思います。さあ、細かなパーツをはめまして、バスターライフルが完成です。このバスターライフルは結構お気に入りですね。はい、もう一つも作りましたので、さあいよいよ本体を完成させましょう。下半身からいきますね。まず腰に足をはめます。この足の軸部分ははめた時硬くならないようにマスキングテープを貼って塗装しないようにしています。はい、なのでスムーズに入りましたね。そしてこの腰の横側ですね、ここにパチッとはめておきましょう。反対側にもパチッとはめて、これで下半身は OK です。はい、続いては上半身に行きます。胸部に腕をはめます。はい、しっかりはまりましたね。そしたら肩をはめまして、これで上半身も OK です。さあ、そしたら先ほど作った下半身と早速合わせていきましょう。少し手をどけて、慌てず焦らず、ここは慎重に、はい、はめまして、そして頭部をこれまた慎重にパチッとはめまして、最後背中に翼を取り付けます。さあ、大変お待たせいたしました。それでは撮影していこう。リアルグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツ、缶スプレーと筆塗り塗装でホワイトゴールド塗装完成です。正直こんなにかっこよくなるとは思っていませんでした。さあ、素組み状態と見比べてみます。言うまでもありませんが、ガラリと雰囲気が変わりました。最高の仕上がりです。色のついたパーツをホワイトに変えるっていうのは今までやってこなかったんですけど、まあお見せできるレベルにはなったので良かったと思います。ただもちろん完璧ではないので、まだまだ塗装は奥が深いですね。さあ、それではバスターライフルを装備させましょう。翼も展開させまして、ウィングガンダムといえばこのポーズですよね。やはりバスターライフルも白にして大正解です。それでは最後少しポーズを取らせて終わりにしましょう。はい、というわけで動画を最後まで見ていただきありがとうございました。2024年も青空ガンプラよろしくお願いします。昨年は活動を休止しまして本当に申し訳ございませんでした。今年はしっかり1年通して活動できるように頑張ります。
それでは皆様も良きガンプラライフを。バイバイ、青空ガンプラでした。バイバイ、バイバイ。